はいどうも、さかねダブルス日記です。よろしくお願いします。さあ今回なんですけども、木曜日はショットの日ということなんですけども、今回はですね、細かいショットの練習をね、ちょっとやるんではなくて、どういう風な形でね練習に取り組んでいるのかっていうのをね、ちょっと紹介したいなと思っております。で、基本的にはですね、ダブルスで重要になってくるのが対応能力なんですね。その対応能力を、兼ねた動きのね練習のね、紹介をねちょっとしてみたいなと思っております。皆さんはね、どうでしょうか。対応能力は高いでしょうか。自分がね打つのに関しては全然 OK なんですけども、結構ねドクター教頭の坂根ダブルス日記見てもらってる方はわかると思うんですが、結構対応能力、打ってない人の行動力っていうのをね、結構喋ったりとかしてますよね。なので、今回はそれに関してのね練習方法を皆さんねちょっとトライしていきたいなと思っておりますので、ぜひ楽しんで見ていただけたらいいなと思っております。この動画がね良かったと思ったら高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そしたら見ていきましょう。本編スタート。今日やることは形式でもなくショットでもないねんけど、何かテーマを決めてやることではなくて、どんな練習をするのかっていうのと、いわゆる対応能力を上げるっていう練習をちょっとやっていこう。で、ボレスト、ストレートでボレストの状態で片方が途切れたらそこから形式スタート。なら例えばこうラリーしてて途切れた瞬間に、できれば途切れた人は前に入っていきたい。で、途切れてない人はストロークやってるような感覚っていうのをして、で、常に横のことを気にしながら、で、途切れた瞬間にポイントがスタートするから、急にディフェンスをまずしないっていう、オフェンスではなくてディフェンスをするっていう状態を作って。ストレートで、ちょっとボレットやってみようか。途切れた瞬間ポイントスタート。一回ちょっとやってみよう。ポイントスタートして、やっていくと、okay. で、ポイントをするから常に意識としては打ってる人よりも打ってない人の方がめちゃめちゃ気張ってみて、途切れた側を意識で、そっち側は絶対にこう段差をすぐ作るようにするようにしてみようか。はい、行こう。さあ今回はですね、練習方法の紹介なんですけども、今はですねストレートでボレストをしている状態をね、まず作ってみましょう。で、片方が途切れた瞬間からねポイントがスタートっていう形なので、簡単には途切れさせないように努力まずしてみてください。で、ボレヤー側なんですけども、基本的に今ボレストの状態、サービスラインから1歩から2歩ぐらい前の位置でボレーをしてください。で、途切れた瞬間に、途切れた側がですね基本的には1歩前に入ったりとかする、段差をちゃんと作るように意識しましょう。そうするとこうやってねポイントにつながってきたりとかしますからね、そういうのをちょっと覚えていく練習になってきます。まあ最初はねなかなかね続かない、かなり難易度の高い、練習になりますのでね、皆さんまずボレストをまずちゃんとすることで、途切れることに対してちゃんとね、見ていないとできません。よくね僕目で見ちゃんと見ましょうちゃんと見ましょう、目の使い方とかねいろいろ喋りますけども、そういうところもねしっかりと押さえながらできていけたらいいなと思っております。見る、動く、打つ、全部ねこれ詰まった練習になりますのでね、めちゃめちゃおすすめな練習方法になりますので、ぜひトライしてみてください。今からね動画内で少し喋りますので見てみましょう。浮かしたあかん。なやさん、これな、まず難しいのが一つは、途切れたからといってもう感情をそこで終わらせないっていうのはすごく大事なの。だからこれも訓練やな、こういうのって。だから練習どういう風なショットを打ってとかじゃなくて、訓練をしていくような意識。例えば一回ボレストして、だからこうボレストして失敗した、あーって後悔する時間があったら行動せえっていうことをだから覚えるっていう。だから浮かしたからダメとか失敗したからダメじゃなくて、失敗するまでは何も思わないし、失敗しても次があるんだったら絶対行動するっていうのが今回の訓練の、テーマになる。で、一回ちょっとやってみようか。さっき俺が一回途切れるパターンで、途切れた瞬間に前に入って、こうきた時にまずいいよまず意識しときたいのが、途切れてペアが打ってくれました、その時は前に入ります。で、その時にまず一つ感じたいのが、相手が
詰めてプレッシャーを与えているのであればサービスラインまで行く必要はないっていうのをまず覚えて、だから絶対デッドゾーンぐらいで一回待機で、打たれたら今みたいにかわす、かわしていく。でもし例えば、打って佐藤が後ろ行ったそっちに打っている状態だったらもう入ってしまう。ここに立って1人が詰めて1人が詰めていない状態だったらもう前に入ってしっかりプレッシャー与えるようにっていうのをちょっとやってみて。さあ皆さんだんだんね、やっていることを理解してきたんじゃないでしょうか。まず一つはですね、やっぱね重要なことっていうのはもちろん打ってる人は浮かさないだったりとか、まあちゃんとねオープンスペースに狙っていく、もしくはまあ上を使っていくロブとかね使ったりとかするんですけども、打ってない人がしっかりとプレッシャー与える練習になりますよね。もちろんね向こう側がまず圧倒的に有利になります、この練習はね。なんですけどもじわじわとしっかりとね後ろから前に入っていってプレッシャーを与えるような形をこれですね取って、こうやって上でカバーしたりだとか、まあ前入ったりだとかで、こうやってね、チャンスボールを拾って、形勢逆転しまして、これめちゃめちゃ分かりやすいですね。形勢逆転しましたね。なので、こういう風な形を、まあ練習できてればいいなと思っております。ただ単に打つだけじゃなくてね、しっかりと見る、動く、打つ。この3つがしっかりと重なってくると結構ねポイントっていうのは取得率変わってきますよね。皆さん覚えときましょう。まだまだね、喋りますので、ぜひ見てください。まあ、今これ何の練習してるかって、まあ、こうやって訓練をしてこう横の状況とかそれに対しての対応能力っていうのをやってんねんけど、そのあえてそのストレートでやっている理由っていうのはダブルスで重要なことっていうのはセンターをどう守るかっていうのは重要やねんな。だから今のってそれがすごい全員に当てはまるんや。例えば一回ちょっとラリーしてみて、俺一回途切れる役でやるな。そうって俺が途切れた瞬間センターつけやん、ストレート側の人、クロス側の人言うたらこっちでやってるってことはミッチーと俺がドクターケドーがセンターに入っていってプレッシャーを与えるっていうのがすごく重要です。だからそれが逆も一緒だから、そっちが途切れた時は一回ちょっとやってみようか。そうラリーしててそっちが途切れました、なら途切れた瞬間センターに入っていく、どっちもそうセンターで中にもセンター、こういう状態なの。だから常にセンターケアをどっちがするねんっていうのがめちゃめちゃ重要なの。だからクロスやってるとセンターケアって基本もうその打ってる側がするから対応能力って言ってもちょっと薄いから、だからそのためにまあストレートやってるっていう風に思っといて、常にセンターケアをするようにしてみて。さあこれがね、最後のアドバイスなんですけども、まずまあかなり重要な点が今出てきましたね。途切れた側はストレート側からまあラリーをしているとストレート側から急にね途切れた側はクロス側になるんですね。なのでクロス側になるということはセンターケアをしないといけません。皆さんねまたまあ今軽く喋りますけども、センターって誰が守るんですかって言ったらストレート側ではなくてクロス側が守る。これちょっとねなんとなく頭に、残しといてください。また動画でもねどんどん喋りますので、そういうのをね喋りますから、ちょっと覚えておきましょう。だからこれ途切れた瞬間に、どっちが途切れた瞬間にセンターケアをしましょうと。今ドクタケド触りましたね。やっぱりこう帰ってくる時ってこうセンターを、しっかりセンターから飛んできますので、しっかりケアしながら、プレイしていくと、まあ、効率は上がるんじゃないでしょうか。まあ今回はね対応能力をどういう風につけていくのかっていうところをね練習をしたんですけども、いかがでしたでしょうか。皆さんねこういう練習も絶対ありだと思いますのでね、ぜひ、練習レンタルコートからやってみてください。さあいかがでしたでしょうか。今回はですね、木曜日はショットの日ということだったんですけども、どういう風なね練習をしたら言うたら対応能力が上がるのかっていうのを、紹介したんですけども、皆さんどうだったでしょうか。少しねおさらいをしたいんですけども、練習の方法としてはもちろんクロスラリーからでも OK なんですが、クロスラリーでするんだったらお互いストロークでねクロスラリーしてからの方が多分やりやすいと思ってください。今はボレストでやったので、縦でやった形になります。で重要になってくるのが見る、動く、打つ、
この3つですね。見る、動く、打つ。これめちゃめちゃ重要になってきますので、この能力を上げれるようにしていく練習だと思っといてください。で、もう一つね、重要になってくることなんですけども、ストレート側でやっていますので、途切れた側はセンターケアをしないといけないということが、出てきますので、皆さんね、忘れずにやってみてください。まあ今回はですね、こういう風な形で、まあなかなか珍しいね、動画になったんですけども、いかがでしたでしょうか？ためになったと思ったらね、高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そしたらもう早々終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。